こんにちは、 FIG 事務局長の柳井と申します。沖縄で間もなく行われる県知事選挙でファクトチェックプロジェクトを行いたいと考えています。よろしくお願いします。なぜこのプロジェクトを始めることにしたんですか？長年基地問題で揺れてきた沖縄で、大事な選挙が行われるわけです。そこで、さまざまな意見や情報が飛び交うと思うんですが、そこで言われている内容が事実かどうかを調べる、そういうファクトチェックが必要だと思ったからです。なぜ選挙の時期に合わせてやるんですか？海外の国々でファクトチェックが最も盛んに行われているのが、実は選挙の時期なんです。で、民主主義で選挙というのは非常に重要な時期です。誤った情報によって人々が惑わされないように、事実をきちんと確認する、そのことが大事だという意識があるんだと思います。これはどういうプロジェクトなんですか？できるだけ多くのメディア、そして一般の方々に参加していただけるようなプロジェクトにしたいと思っています。そのために、ファクトチェックをして記事を書いてくれた人に発表の場を提供するですとか、必要に応じてアドバイスなどのサポートをする、そしてファクトチェックに貢献してくれた人、情報提供も含めてそういった努力に報いるような仕組みにしていきたいと思っています。また同時にクラウドファンディングもしておりますので、ご支援をいただける方にはそちらにご協力をいただければと思っています。ぜひ皆さんファクトチェック一緒にやってみましょう。そしてファクトチェックをしている人を応援してください。よろしくお願いします。